紅茶もダメなんだよね。カフェインだから。本当は本当は。気がつく。映る？大丈夫？それより BGM を聞いた。こういうのもダメ。YouTuber でね、BGM 嫌うって。でもさ、結構店ってさ、BGM 流れてたしない？食堂ぐらいじゃない流れてないの？食堂流れてる。流れてる？結構流れてる。でもあのステーキ屋さんは流れてない。K-POP のあれですね。あ、そうだ、あれ流れたっけ、ビッグバンね、受けちゃったすごい受けた、あれこれを見せなきゃいけないでしょ、サイのもの、サイのもの、ブランドデー、
横の方がいいじゃないほら、うん、感じの曇ってきてどうやってやればいい持ってくる仲いいえだから折ってそしたらここに油ついちゃうえ油つかないよな髪があるじゃんじゃどうしてんの図工してたじゃんさっき別に、はい、どうぞナプキン置けばいいちょうどいいの軽いピザ私が食べに行く鶏皿欲しいこれを敷けばいい、まあ、これ広げてお皿に鶏からはちょっとヘビーだわポテトでいいわジェノベーゼだからちょっとニンニク入ってるからお茶やる前にちょっとリンゴですな、ね、おしぼりいっぱいつくオイルがオリーブオイルすごい天下もう一枚置いとくおしぼりかわいいおしぼりねここにでタバスコがなんか合わなそうなんかいろんな感じね、うん、クロスもなどもね去年来た時はここは作ってたやってなかったねテラスしかだから下であのパフェ買って上に持ってきて食べただけでアンジュを連れてきた時ここはまだ作ってたいや植栽も木も大きくなったからよかったね1年経って、うん、最初手洗わないとベタベタだ、うん、ジェノベーゼのペースはこんなに食べないから普段、うん、いいかも、うん、結構大きいよ一人一枚じゃねえそれでちょうどいいピザだけなんだねこ
も茶色でいいの、うん、掃除しないと、それエアコン、フィルターとかね。あ、これテラスがいいなと思う、富士山見ながら、うん、もうちょっと晴れてれば平気なの、曇ってるから、うん、晴れてたら結構外あったかい、うん、吉田とか川口とか近いから、うん、これ上の辺りあたり住んでたらさ、どこも行くとこがない。逆に遠くって、うん、上の辺り近いもんね、うん、ちょっと行けば立川とかでもね、立川かよくて、うん、八王子はかわいそうな、うん、もうダメだよとか言う、八王子はすごいじゃなくて、ケアできて、なんかいっぱいできた。社会で行ったんだよ、最初。その頃からもう綺麗になってきてたわね。社会しか、ももちゃんしか誘えなくて、吉祥寺沿線の人しか。ももちゃん、三鷹だったから。ポテト、冷めないね。これ外でテラスで食べたかったけど、テラスで食べたらすぐ冷めちゃうと美味しくない。まだこんなホクホク、熱い。防寒でもあれ脱いじゃってあんなとこポイって置いちゃったんだろうね、トイレ行くときに、あそこ植木にあんなのウィンドブレーカーフリースの、あとで気がつくんじゃない、寒い、かわいそう。何が落ちたの、携
とピザか、ピザじゃなくてよかった。ピザ一人で1枚は結構多くないね。こうやって見たら30センチであったから一人食べれない。3人いれば2つ2種類いいかもしれないけど、ね、お車入ってきてね、パン屋は人気だね、この時間でも、うん、レイクサイド住宅少ない。うん、諦めちゃうよね。なんかないのかね、臨時あるのかな、ないのか。だからそこの無料なの道の駅のところに置いていくしかないよね。ちょっと歩く、でもそのぐらい歩けるから。すごい油が、オリーブオイルが。ちょっとおしぼり持ってくるかな。よかった、明日も雨じゃないし。雨で7時か泣いたら泣くわ、試合。ふたしちゃえば。すごい、ふた、ピザ映してて、さっき。撮った？なんで？俺インスタじゃない。ほら、かわいい。ナポリのピッツァ。チャッパーもついてないと。ポテト美味しい。冷めないね、なかなか割と。私ね、飲まないんで、あんまりこうやってグググって最初に。だから終わった後に、うん、久々飲むと美味しい。アールグレイ、ポーター、うん、アールグレイ、コーヒーやめようと思って、同じカフェインだけど、紅茶も結局ハトムギとかウーロンとかほうじ茶とかいい、抹茶とかあれ緑茶もダメ、カフェイン入ってるから、もうカフェインで、本当はね、飲んでて。最後にそれ使える。ケーキ食べに行くのいいね。ケーキとかちょっと食べに行くのいいね。全然アイザーはちょっとアメリカンだったけど、
入りにくい。みんな考えること一緒でさ、結局混んでんだよ。うん、風を感じたり。